現在、富士花鳥園は17時まで開園しています。では、閉園後の鳥さんたちは一体どんなことをしているでしょう？本当は全体を紹介したかったんですけどね。そうなんですよね。紹介したいことが多すぎてまとめれなかったんで、今回は2人のおすすめスポットを紹介していきたいと思います。それでは、最初は私のおすすめスポットから紹介したいと思います。私のおすすめスポットは、ロリキートランディングという場所になります。綺麗なお花を抜けてまっすぐ進んでいきますと、左手側に見えてきましたね。こちらが1号館になります。この1号館はどういうところなんですか？こちらは小さなインコさんたちがたくさんいるエリアになります。そうなんですね。小さな鳥さんたちがたくさんいる場所なんですね。ちなみにこの場所は小さなお子様や鳥に慣れてない人でも大丈夫ですかね？そうですね、比較的おとなしい子や人慣れしている子がいるので、小さなお子様や鳥に慣れてない方でも楽しんでいただけると思います。じゃあ1号館の説明を聞いたので、そろそろ中を案内してもらってもいいですか？では早速行ってみましょうか。中ってこんな感じになってるんですね。あれ、そういえばこの企画って閉園後の様子を撮ってるんでしたっけ？それにしては少し明るくないですか？そうなんですよ、よく気がついてくれました。本当はこのくらいの暗さの1号館を紹介したかったんですが、ご覧の通り鳥さんたち家に帰っちゃったり見えづらいんですよね。なので明るい時間帯で紹介していきます。それじゃあインコさんたちの様子を見てみましょう。確かあれは五色星眼インコとよだれかけ袋インコのミックスです。今ご飯を食べていますね。可愛らしいですね。閉園した後にこうやってご飯を食べているんですよ。おっと、右側から五色星眼インコが乱入してきました。仲良くご飯食べれるんでしょうか？それでは続きを見ていきましょうか。ああ、逃げられちゃいましたね。この子だけでご飯食べるんですかね。あ、あなたも帰るんですね。この水濁っちゃってますよ。安心してください、これもご飯中なので。え、どういうことですか？これはネクターと呼ばれるフードで、果実を好む鳥さんたちにあげるものなんですよ。へえ、それなら一安心ですね。場所が変わりまして、こちらは2号館になります。パッと見た感じ1号館と同じですね。何か違いはあるんですか？それは中に入ってからのお楽しみということで、早速中を見てみましょう。こちらは1号館と比べて大きい鳥さんがいますね。そうなんです、こちらはオオハナインコという大きめの鳥さんがいる場所になります。ちなみに暗くなるとこんな感じです。こちらも1号館と同じように暗い状態ですと見えにくいので、明るい時間帯で見ていきましょう。何やら真剣な表情をしてご飯を食べていますね。よっぽど集中してるのか、こちらに見向きもしませんね。先ほどとは違って2号館ではひまわりの種などをあげています。こんな大きなくちばしなんですが、種を一粒一粒器用に向いて食べているんですよ。一粒一粒？とても器用にくちばしを使っていますね。もしかしたらこんな表情になっちゃうのも集中しているからかもしれませんね。腹ごしらえをした後、一体どこに向かうんでしょうか？あれを見てください、お家に帰るみたいですね。ここでもくちばしが大活躍してますね。本当に器用なんですよ。余談なんですが、オオハナインコの特徴として実は色で性別が判断できるんですよ。見た感じ緑ベースの子と赤ベースの子がいましたよね。綺麗な色なんですよ。緑ベースの子が男の子で、赤ベースの子が女の子になります。それじゃあ今お家に帰ろうとしている子は緑なので男の子なんですね。正解です。実はって話をしようと思ったんですが、もうお家に着いちゃったみたいですね。動画付き合ってくれてありがとね。それじゃあおやすみなさい。それじゃあ最後は僕たちが一押しの撮影スポットである外池で締めましょうか。ガチョウたちとマガモたちがのんびりしているの、見てるだけでも癒されますよね。天気がいい日には富士山も綺麗に見えるので、鳥さんと富士山を入れて記念に1枚いかがでしょうか。さて今回は閉園後の鳥さんたちの様子を見てきました。お客様のいる時間帯とは違い、
羽を伸ばしてゆったりとしている姿がとても可愛かったですよね。開園時はご飯をもらいに皆様のもとへやってきます。彼らに会いたくなったら富士花鳥園にぜひ足を運んでみてください。